こんにちは、画家の黒沼です。今回のテーマは売れる絵と売れない絵の違いです。メルマガ読者の方からこんな質問をいただきました。絵が上手くても全然売れない人もいれば、多少絵が下手でも売れる人もいるかと思います。売れる絵と売れない絵にはどんな違いがあるんでしょうか。売れる絵の特徴とは、絵は上手いに越したことはないですが、上手くなければ売れないわけではありません。絵がさほど上手くない人でも必要なポイントを押さえて私の数倍売っている画家さんもいらっしゃいます。そしてその絵の売れるポイントとは、飾りやすさと言えます。飾りやすい絵の具体例としては、花鳥風月が描かれた絵、花の絵、動物の絵、風景画などです。これに加え、美人画も最近は人気です。他には描写の密度のある絵や白を扱った絵などの存在感のある絵も売れやすいです。売れない絵の特徴とは、逆に売れづらい絵はエログロや完全抽象画など日本人が鑑賞に困ってしまうような飾りづらい絵と言えます。売れる絵、売れない絵は場所によって変わる。飾りやすい絵の基準はお客様の住む場所によっても変わってきます。これまで私は東京、大阪、広島、横浜、埼玉、仙台などなど日本全国の百貨店で展覧会を開いてきました。例えば東京や大阪といった大都市の会場では、華やかで小さい作品が好まれる傾向があります。比較的小さい家に住む都会人の気質を考えると、この傾向は理解できます。また逆に仙台や広島といった地方都市では落ち着いた絵が好まれます。また家のサイズが大きいので、大都市よりも大きい作品が売れることも多いです。売れる絵の額装とは、また絵の売れやすさは絵自体だけではなく、額縁との相性によっても影響を受けます。額縁もやはり飾りやすいものがいいので、シンプルで暗い色のものよりは華やかで明るい印象のものの方が好まれます。作品の色彩との相性も重要で、長年売れなかった絵が額縁を変えた瞬間に売れるなんてこともあります。有名な画家の絵は売れやすい。また絵の売れやすさは絵自体だけではなく、作家の知名度や魅力にも影響を受けます。残念ながら我々無名の作家の一点物の作品よりも、有名なルッコ作家の版画の方が高い値段でよく売れるものです。売れる絵を描く画家の特徴。しかし我々存命の作家にしかできないこともあります。それは作家の立場でお客様に作品説明をするということです。絵がほとんど売れない理由。ほとんどの絵の展覧会では、会期中、会場に画廊のスタッフしかおらず、閑散としています。画家が来るのは土日の昼間だけというパターンが多いです。しかし、会期中ずっと会場に作家がいる展覧会では、絵がよく売れます。絵を買うお客様は、作品それ自体だけでなく、作家がどんな人で、どのような思いで作品を描いたかに興味を持つ方も多いので、作家自身も、作品の説明をすると作品が売れることも多いのです。絵を売るためには在廊しよう。会期中ずっと会場にいるのは大変かもしれません。仕事を休む必要もありますし、交通費もかかります。しかし駆け出しの画家にはおすすめです。会期中ずっと会場にいることで、絵を買う人がどんな人か、絵が売れるのはどんな時間帯か、自分にとっての売れる絵はどんなものかといったものが分かるようになります。ぜひ実践してみてくださいね。絵画をたしなむでは、画家になるためのメルマガを発行しています。私が作家活動を通して身につけたノウハウを無料で公開しています。もしあなたが作家活動をされていて、これらの悩みに一つでも当てはまるなら、私は解決策をお伝えできます。プロの画家になり、絵を仕事にしたいが努力の仕方が分からない。展示を開いても知り合いしか見に来ない。集客方法が分からず展示を開くほど赤字が膨らむ。ブログや SNS による集客方法がよく分からない。展覧会を集客・収益の両面で
成功させるための準備がわからない。作家としてのブランディングの仕方がわからない。これらの悩みのすべてを14日間のメール講座の中で解決していきます。こちらのメルマガでは皆さんの作品公表やお悩み相談もやっています。ぜひ下のリンクから登録してご覧いただければと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。もしこの動画を見てためになったなと思ったら、高評価のボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。Twitter でも画家になるための情報を発信しているので、ぜひフォローしてみてくださいね。